どうもこんにちは。今日は TOEIC では OK、TOEFL ではご法度の先読みについてお話しさせていただきたいと思います。まあ、先読みに関しては別の動画でお話しするんですけども、先読みっていうのはパート3、4とかのね、設問を読んで、あらかじめどういう長文が流れてくるか、どういう英文が流れてくるかを頭に入れた上で、リスニングを聞くことによってスコアが上がりやすいよっていう、まあ中村澄子さんとかが提唱する先読みですね。パート3、4とかで使える先読みですね。で、ETS っていう、まあ、NPO があるんですよね。TOEIC の問題を作る団体がね。で、その ETS 参加には、TOEIC と TOEFL っていう2つの試験があるんですよね。で、TOEFL は、アメリカの大学院、あるいはアメリカの大学に入りたい、英語を母国語としない人たちに向けた試験なんですよね。で、同じ ETS 参加にあるにも関わらずですよ。TOEIC と TOEFL が。なぜ TOEIC では、先読みが OK で、TOEFL では先読みがダメなのかってことを考えなきゃいけないんですよね。だって同じ会社がやってるやつですよ。で、同じもほぼ TOEIC と TOEFL 名前も似てるし、ほぼ同じ試験。だけども、用態は全く違うし、先読みが禁止されてるのと OK なの。これはなんでって話をするね。で、これを理解することによって、どういう風にして TOEIC を解いていけばいいか、どういう風にして TOEIC の対策を行っていけばいいかっていうのが、まあ明らかになると思うんですよね。単純に、さっき言ったように、TOEIC っていうのはビジネスコミュニケーション英語能力でしょ？確かね、国際ビジネス、覚えてないや、まあビジネス用のビジネス英語に特化したものが TOEIC ですね。まあ前も言ったけど通産省と経団連がアメリカの ETS にお願いして、作ってもらったものなんで、もちろんビジネスに特化してるのは当然なんですよね。で、TOEFL はアメリカの大学院、つまり、まあ、リベラルアーツを学ぶ場所。ね、大学だったらね、そういう、まあ、教養を鍛える場所で必要な英語力を試すために TOEFL があるわけですね。で、これを見たらわかるんですよ。ビジネスか、まあちょっと、ビジネスか、大学か。ビジネスかアカデミックか、TOEIC か TOEFL か、ビジネスかアカデミックかって話なんですよ。で、ビジネスにおいては、コミュニケーションが重要だと。ね。で、コミュニケーションの基本って何ですかね？僕はコミュニケーションベタなのね。コミュニケーション障害を持ってるんで、持ってないけど、コミュニケーションあまり好きじゃないんで、あまりコミュニケーション語る、資格はないんだけども、コミュニケーションの基本って、コミュニケーション始まる前に相手のことをどのくらい知ってるかって調べることじゃないですか？僕はそうしてますね。誰かと会うって決めた時は、その人の書いた本を全部読むし、その人の出してる論文を全部読むし、その人の考え方。博士の知らない日本の裏とか、博士の定談とかで、水道爆士博士が出てくるゲストの本を全部読んで、そこに臨んでるんですよね。で、何でも喋ってるんですよね。で、すごいなと思って、まあ僕もそういう立場を、水道橋博士みたいにもう見習おうと思ってね。会う人の、その人の情報をあらかじめ調べておくんですよね。そうすることによって、コミュニケーションがより円滑になると。僕のね、喋りは大して、エッジの効いたものじゃないし、人を引きつけるものじゃないけども、あらかじめ人のことをリサーチしてるんで、鋭いこと言えるんですよね。自分で言うのもないけども。これって、先読みじゃないですか？と思いません？これ先読みやと思いません？書きますか？やべ、インクね。TOEIC は、ビジネスコミュニケーションだよって。で、TOEFL はアカデミック。で、コミュニケーションって何かって言ったら、先に相手にリサーチすることですよね。例えば、会う人と、今から会う人のことを調べておかなきゃダメでしょ。相手の名前知らずして、コミュニケーションが取れるわけないじゃないですか。つまりこれは、リサーチすることだから、先読みなんですよね。だから、TOEIC は、先読みが OK なんですよね。じゃあ逆に、TOEFL は先読みがダメな理由はそうですよね。簡単ですよ。もちろん僕らはね、僕も TOEFL 受けたことあるんですよ。受けたことあるっていうか、結構受けたんですけど、僕がね、留学しなきゃいけなかったから、TOEFL も真剣に勉強したんですよね。で、留学するだけじゃなくて、奨学金をもらって全額無料で行きたかったんで、それに相応する TOEFL のスコアを要求されたんで、必死に TOEFL も勉強したんですよね。だから両方知ってるんですけども、
やっててわかるのは、トーフルって即興の力が問われるんですよね。まあ、そうですよね。僕実際にアメリカの大学の授業を受けた時に、こう、座って、教授が何言うかわかんないんですよね。それは喋ってることがわかんないってことじゃなくて、教授が人間だから、次に何を発するかってことは予想できないんですよ。じゃあ今日これやるねって言うけども、実際にね、話がどういう風にして流れていくかわかんないんですよ。授業っていうものはディスカッション、ディベートによって、こう、作られていくから、どっちの方向に向かっていくかっていうのはわかんないんですよね。だから先読みは禁止なんですよ。TOEIC では相手のコミュニケーションを円滑化するために、相手とのコミュニケーションを円滑化するために、相手のことを先にリサーチすると。これはつまり先読みの能力ですよ。だけども、TOEFL においてダメなのは、アカデミックの世界でね、どれだけ先読みしたとしても、読めない部分のが多いんですよね。実際にアメリカの大学にこう、参加した人とか、まあ、留学経験のある人はわかると思うけども、授業がどこに行くかなんて全くわかんないんですよね。だから先読みなんて無意味なんですよね。だから、トーフルで問われる力は、その今言ってることをどれだけ理解できるかっていうピュアな英語力を問うてるんですよね。だから先読みは禁止なんですよ。じゃあ、ここから何がわかるかってことなんですけども、トーイックはビジネスコミュニケーション英語能力ですね。ってことは、トーイックでハイスコアを取るためには、英語力だけじゃダメってことなんですね。先読みの力を鍛えなきゃいけないと。先読みはどういう力ですかっていうと、コミュニケーションの力であるとね。で、トイックはね、トーフルとは圧倒的に違う部分は、回答力を求めてるんですよ。回答力。先読みを含めた回答力ですね。まあ、後で説明するんですけど、別の動画で言うんですけども、トイックは圧倒的な慣れと圧倒的な暗記で、誰でも900点超えるんですよね。圧倒的な慣れがあるだけでトイック800超えちゃって、圧倒的な慣れと圧倒的な暗記量があれば、超えちゃうんですよね。で、圧倒的な慣れって何かっていうと、回答力ですね。で、圧倒的な、暗記力っていうのは、圧倒的な暗記っていうのは、つまり、ピュアな英語力のことです。もちろんね、英語の力をつけるためには、文法を知らなきゃいけない、単語を知らなきゃいけない、たくさんリスニングを聞かなきゃいけない、こういうの含めて僕は暗記って言ってるんですよね。TOEIC は圧倒的な暗記と圧倒的な慣れ、何回も何回も回答力を、何回も何回も進行式問題書を解いて、IP テストを受けて、TOEIC の公開テストを受けて、回答力を鍛えることによって、スコアが上がると。みんなは、トイックは英語の試験だから、英語の力だけ上げればいいとか言ってね、シャドーイングとか、音読とか、発音とか、無駄なことばっかりやってるんですよね。そんなよりももっと大事なのは、この回答力を鍛えることですね。で、僕は成果に焦点を当て続けるってことをずっと言い続けてるんで、みんながやってないような、この回答力の上げ方について、トイック塾の中では詳しく説明させていただいているんですよね。もちろん英語力の上げ方も言ってます。まずそんな感じ。以上です。